お疲れ様です。競輪一木チャンネル一木です。小田原競輪 G3 もとうとう決勝戦ということになりましたので、決勝戦予想の方をしていきたいと思います。まずは並びの確認からいきましょう。1、4、7。1番の期待に4番の大塚、7番の大森が回ります。5、2、8。5番の矢口に2番の河野、8番の磯田が固めます。 3番の柴崎、6番の久田、9番の山本は短期ということで、ここはね、え細切れになってしまいました。ライン線とを走る自力型比較していきましょう。1番の機体、バック20回、ホーム19回、2機の決まり手が14、まくりか3、差しが0、マークが0ということでね、まあ、今節はスタートをとって、 で全てね、突っ張っているということで、前には誰にも行かせないということでね、まあ、ここも怒涛の突っ張り先行してくれるんじゃないかなと思います。5番の宿口、バック2回、ホーム1回、逃げの決まりかゼ0、マクリが1、差しが7、マークが1と、ちょっと期待選手相手にね、先行争いはないんじゃないかなと。それよりは横の動き。 飛びつくということもね、十分あるのかなと。ただ、期待選手がスタートを取ってしまうとね、外ずりしか行けなかった時っていうのはね、ちょっと矢ゾ口選手、部が悪いかなと思います。3番の柴崎選手、バック0回、ホーム0回、逃げ抜き前手が0、マークリが2、差しが4、マークが1と。まあ、こちらもね、差しまくりと考えた方がいいと思います。自力はね、かなり弱くなっていると思います、えー。こちらの方も、まあ、列が短くなった時にね、一発出せるかどうか。 前走ってんのが期待選手ですからね、スピードがすごいんで、まあ、ちょっとね、まくり出ないかもわからないですね。そしてじゃあ直線コース見つけてということになっても、小田はね、直線短いんで。6番の久田、バック10回、ホーム11回、逃げの決まり手かに、まくりが8、確かにマはと、マークが0と。まくり戦後タイプ。短期なんで、147、ここにね、528が背に入ってくれて、対列短くなったとき。 ク栗一発面白いんじゃないかなと思います。9番の山本、おバック3回、ホーム2回、逃げの決まり手が1クリりか3差しか3マークが2と、えー、こちらはオールランドプレイヤーと、528が競らないんだったら9番俺が競るぜということでね、4番の大塚のところをね、攻め込んでいくことがあるのかどうかと、スタートはね、147しっかりと取ると、そして2番の河野はこのね、4番手、ここをね、取らないとということで、 二番のコードがストーンとね、一番が出た後、追っかけていって、えー、しっかり取る。こうなると、一四七五二八になると。三六九は、まあ、短期ね、一取れないということになってきます。赤番前で、まあ、誰かが動いていったとしても、一四七突っ張りと。五、えー、番の宿口がこの後ろ、 できれば、インが空いたところで突っ込んでね、4番、7番のところに整理に行きたいんじゃないかなと思います。何かしないとね、話にならないということで、インでセれるのかアウトになるのかと。9番の山本がね、まあ、潜り込んでいってくれても面白いんですけれどと。さあ、ここね。 はい。一番期待ラインがどのようなね、作戦を取ってくるのかと。まあ、七番の大森もね、えー、この一四七三人でね、話し合った時に、まあ、スタート取って突っ張るからと。えー、じゃあ、大塚はしっかりとね、ガードすると。七番のね、大森はよし、インを閉めておいてね、インからね、売り込めないようにしておくとかっていうね、話し合いがあるんじゃないかというふうにね、思います。さあ、ここ本戦はどこから行くのかということで、ちょっとね、一番の期待選手と四番の大塚選手では 力にね、差がありすぎるんじゃないかということがありますので、えー、ここはね、1番の期待選手から狙っていきたいと。えー、しかも本戦集めは、ラインの4番の大塚選手ではなくてね、3番手を回ってる大森選手の差し足に期待していきたいと。まずは1から7、そして4番の大塚、5番の宿口ということになっていきます。そして本戦から3番の柴崎、9番の山本。 6番のね久田ということでまあここがね、えー、勝負どころかなということでまあ本戦、えー、からがまあ勝負どころかなとちょっとね穴は考えづらいんですけれどこれ入り、はい だからね、大体1221以外は満車になるんじゃないのかなという淡い期待があるんでね、薄く薄くということで、えでまあ、決してま、ね、これ均等割はしないでくださいと。本線集め、1221、ここはがっつりといきまして、えー、それ以外は薄く薄くと。えー、2番の河野から5番の宿口3番の柴崎9番の山本6番の久田、そして4番の大塚ということでね。 ここはね、二者マンコロッがゴロゴロなんじゃないかということでね、期待していきたいと思います。まあ、けど、基本的には1から7、4、5、ここがね、勝負どころだとは思ってますけれどね。最後までご視聴ありがとうございました。明日の決勝戦動画でお会いしましょう。さよなら。